なる正武は、戦国時代の徳川家家臣。父は、なる正一。母は、山上氏。二代将軍、徳川秀忠に六歳の頃から古将として使え、後に、花畑番番頭に昇進して五戦国を拝領。同時期の古将組番頭は他に五名おり、それぞれ、水野忠元、井上正成、板倉重宗、草壁忠冬、大久保則高。 慶長10年の徳川秀忠将軍宣言の際に、随身12名のうちの一人に選ばれ、15位下に除任される。慶長16年頃から、江戸の秀忠と寸布の家康の間の連絡係を行い始める。慶長19年10月16日に、岡崎に滞在中の家康からの密命を秀忠に伝える。その直後、大阪攻めの触れが出された。 正竹も組下の大使を連れ、大阪へ出陣する。大阪冬の陣では、後藤元治の調略を家康より命ぜられた。家康の陣所まで元治を連れてくることに成功したが、家康自身が応対をせず、説得には至らなかった。大阪夏の陣では、真田信繁隊の突入を受け、旗本隊が改造していく中組下の死と共に、奮戦した。慶長20年に、将軍、 秀忠の三代に随伴する。同年に突如として、安藤重信のの預かりとなり、吉祥寺で切腹を申し付けられる。解釈は、後の栗原藩主で、おいの成る幸重が行っている。切腹の理由は、秀忠三代の際に、女院に近似する助官と密通した罪で切腹となったとする記録や、故障組の小山義久と主導の名約を結び、 再三の警告にもかかわらず密会を続けた角で切腹となったとする記録など不明瞭な罪とがでの切腹となっている。成瀬正岳の切腹には大久保派であったために大久保長安事件に連座して本田派に粛清された小吾与え派として三大将軍に国松を押していたため家光を押すカスが極、展開派に粛清された大阪夏の陣の際 午後は体の密命を帯びて大阪方の脱出の手引きをしたなど諸説出ているが真相は不明である。正竹切腹後、残された汚染と幼い子供たちは実家のおびえとけを頼った。長男のなるせ優勢は父正竹と親しかった、いいな隆や土井としかつ安藤重信をはじめ、いとこの正虎、これならと文通を続け、悲惨を申し出続けるも聞き届けられず、 伊藤内前雄星と改名し帯備上末の丸にて、失意のままその生涯を終える。雄星の次男幸政は、父の遺志を次なるせ容りと名乗り、幕閣への起産を願いで続ける。なるせ虎の取り計らいで、一旦、終わり藩へ仕官することになるが、振り袖火事の影響で江戸詰めから、本藩勤務となり、幕閣への起産は遠のく。終わり藩では、なるせ発祥の地である。 三河国安家化成ナルセ号高浜村の所領を与えられ、犬山ナルセの寄り木として、高浜矢地衛門を称するようになる。この高浜矢地衛門の着刑子孫に、幕末に、終わり藩で発生した青松場事件に連座して、処刑された十四師の一人、ナルセ聖順がいる。また、伊藤聖を指定された、雄生の三男、伊藤正美は、帯び家の一門三屋のうちの一家である。 門戸家の祖となり、同じく、伊藤生を非生された、正竹の次男、ユ明は、図書家の祖となり、伊藤氏、五一門三屋のうちに屋は、正武の子を祖とする。汚染の実家があった宮崎県日南市と正武の兄、正重の支配地であった愛知県犬山市はこの園で、姉妹都市となっている。ありがとうございます。